メダルまであともう一つだった世界選手権4位、織田信成の2006-2007シーズンが始まっています。ダブルアクセル、高さ、そして降りた後に流れがありますね。パントマイム的なコミカルな入りから、さあどうまとめていくか。トリプルルッツ、トリプルトーループ、3回転3回転のコンビネーションですね。まずは導入部をしっかりとつかみ取って始まった織田信成、やはり日本男子の鍵を握る存在。はい、まあ、本当にこう曲が始まっただけでとっても大人っぽいポップなイメージっていうのを今年はこのプログラムでは打ち出してますね。衣装を見てもやはりちょっと去年とは違うなと、方向性を変えてきたなというのは分かりますね。まあ、国分さん、はい、確かに去年のシーズンとこのシーズン、新しいシーズン、なんか雰囲気変わったなって感じですよね。大人になりました ね。やっぱり昨シーズンの全日本選手権で悔しい思いもしてますし、精神的にもすごく強くなってるのかなと。あとスケーティング見てもそうですけど、 まだまだ僕は成長してますよっていう力強いスケーティングが見えてますからね。本当ですね。一度は頂点に立ったかと思われたあの悔しい全日本。これはちょっと勢い余りました。まあ、リンクがちょっと小さいの でフェンスがないのでね、選手にとっては体で覚え込んでるはずでもちょっと目測を誤ってしまう場合があるんですよね。でも本当にこの織田選手が滑るとこのリンクがすごく小さく感じられますね。それだけ何かスピードがあって勢いを感じます。そして、まあ、身長だけからはでは伝わらないこの存在感というのはあるんでしょうね、やっぱりね。はい、織田家の野望は地球だけでは物足りない、フライミートゥーザームーンの曲に乗せてたっぷりと見せてくれました。